スモールさん主催、立教大学名誉教授の山口です。今日はですね、皆さんにぜひ、日曜大学に参加していただきたいと思いまして、こういう呼びかけの動画を作りました。2月25日です。前ね、かつては400人、今はまあ100人から200人ぐらいの間ぐらいの人たちに、立教大学に集まってもらって、そこで、まあ、いろんなテーマを取り上げて、勉強会やろうと。いうことである全国研修会ですね。今年はですね、特に皆さんが直面しているテーマをもう真正面から取り上げようというんですね。まあ、多くの企業が今一番直面しているのは何といってもコスト高。もう一つはですね、人手不足ですよね。で、このコスト高の問題を超えていくためにはどうしたらいいか。やはり一つはやっぱ高付加価値な企業に変わっていく。より高付加価値なものを提供できる会社になることで、コストが多少上がっても大丈夫だという企業になるということが大事ですね。でも、高付加価値企業を目指すためにはですね、やはりそれなりに独自性というものを持っていないと、どうしても価格競争で負けてしまって、高付加価値なものを提供しようと思ってもですね、価格決定権を維持できないということになります。で、2月25日にはですね、第1部に、高付加価値企業を目指そうということで、パネルディスカッションをやります。そこで参加してくれる企業、まあ、3社あるんですけど、例えばそのうちの1社はですね、皆さんこう服を着てこう手を上げるとですね、下の方がこう上がっていっちゃう。まあ、これ当たり前ですけど、この会社が作ったやつってこう上がってこないんですね。宇宙船に乗り込んだ人がですね、実際こう無重力の状態で手を上げてもこう上がってこないのですから、それで評判になったという。これは素材が独自ではなくて、体を動かすことを前提にした裁断をやって胴体裁断ってんです。まあ、それで、結構評判になった会社なんですが、まあでもこういう独自なものを、どうしても値段も高いですから、売り込んでいくの大変ですよね。どうやって市場を作り出していって、どうやって消費者に訴えていってるのか、まあ、その辺の苦労話を聞きながら、うちもこんな形でですね、少しでも高付加価値なものを追求していきたいなという、そういう気持ちになってもらいたい、まあ、そのヒントにしてもらいたいと思います。まあ、他にもあと2名、結構独自なものを追求している企業が参加します。これは第一部ですね。で、第二部は何といっても人手不足。これはやっぱりみんな本当に苦しんでおられると思うんですけど、そこに登場するアートフレンドという会社、今、アートフレンドグループになってるんですけど、トラックの販売なんかやってるんですね。トラック売ろうと思っても、運転手がいないから、そんなにいっぱい買ってもしょうがないということになって、今、車が余ってる状態なんですね。だ普通だとそれだと危機なんですけど、このアートフレンドグループの近藤さんは、この危機こそチャンスだと言って、運転手が乗りたいようなトラックを開発して、カスタマイズして、まあ本当にかっこいいんですけど、それだけじゃなくて、その試乗会を地域イベントとしてやって、子供たちをお父さんがこう乗せて試乗したりするんですね。子供はトラックかっこいいから、だんだんお父さんかっこいいに変わっていって、お父さんという運転手、トラックドライバーとしての仕事がかっこいいっていうふうにこうなっていく。運転手たちのこう誇りのようなものをこう刺激しながら、トラックを売り、同時に、ドライバーを集めていく。実際200人規模の、運送会社さんが一気にこれで100人募集して、100人集めきっちゃった。それを、アートフレンドグループが支援をしたという会社なんですけど、それどうやってやったのか、もっと細かくですね、話を聞いてみたいと私は思いまして、記事にもしたんですけど、当日2月25日来てくれますので、彼もそのパネラーの人、さらにそこに労働市場論の専門家の先生とか、あるいはそういうこうどういうんですかね、人材、育成とか人材派遣に関わる学びサイトを運営されている社長さんとか来てもらって、最近の労働市場の現状などを語りながら、中小企業どんな手が考えられるのかというのを一緒に考えていこうというふうに、考えまして、そういう企画もしています。ぜひ皆さんね、ここに参加して、この閉塞感を突破していただきたいと思います。今、中小企業は存在価値問われるぐらいに構造的な要因が次から次に出てきている時代で、これを超えるためには、会社のあり方とか事業コンセプトを再定義するということが必要だと言ってるんですけど、まあ、その再定義を考えていくときに非常に重要なヒントをたくさんくれる、そういう人たちが集まってパネルディスカッションをやりますので、名刺交換するだけでもいいですから来てください。待っています。2月25日。本当に来てくださいね。よろしく。